5期目の当選、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。勝因というのはどのように分析されていますか？自民党派閥による裏金問題、その憤りを受け止める立場に、一定程度なり得た独自の制度改革含む社会保障制度、このあり方に対して一定のご理解をいただいた。南アルプス市内を遊説中に車と自転車の事故に遭遇されたと、当時は振り返ってどんな状況だったのかを教えていただけますでしょうか？ちょうど交差点に選挙カーで差し掛かったら、自転車の傍らにご高齢らしき方が横たわっていた。止めて、で私もタスキを取って様子を見に行ったと。やはり事故で頭を打っていたみたいで、裂傷があって出血していて、意識はクリアでしたが、そこは医師として対応させていただいたと。政治生命がかかる本当に遊説中の、大事な時間だとも思うんですよね。もちろん選挙もね、1分1秒も惜しいのはもちろんそれはそうですが、やっぱりね、人の命に勝るものはありませんから、役に立てると思えばそれにを最優先すると、無意識かもしれないですけど、今問われて改めて感じるのは、常にそこは大事にしてるかなとは思います。誰がかかりつけ医と呼ばれる人なのかということを明確に定義、それが日本版家庭制度で、今の医療制度っていうのは病気である方が多ければ多いほど医療側は儲かる仕組み、逆に家庭制度は早期の段階から敷居を低く相談できる、そのことによって早く病気を見つけたりで、かかりつけ医の方は患者さんが元気だったら、病気を防いだら評価される仕組み、予防できれば、これは健康寿命を延伸することになる、いわゆる人生100年がより幸せに感じられる。今回総選挙においては、2区では候補者立てられなかったと、これは一刻も早く改善しなきゃいけない、今回山梨1区で議席を確保しましたから、この延長でね、いい候補を擁立してより一層緊張感ある政治状況にしていきたいなと、私自身も強く思っています。どのような山梨を目指していくか、抱負を最後にお伺いさせてください。訴えてきたことがね、一刻も早く実現するように、努力していきたいと思いますし、そのこと自体が、私は地方創生、公益資本主義、農業林業守ること、それを産業構造の山梨県においても中心にすることで、雇用を生み出して山梨の可能性を最大限発揮することにつながると、そういう山梨を作り上げていきたいなと思います。